い。はーい。いいですか？はい、というわけで、一条海子とおしゃべり、ボリューム10、合ってるかな ?10、こっちかこっちか。です。さっきまでちゃんと順調に繋がっていたのに、本番前に、ブチッと行かれて。すいません、20分遅れ、25分ぐらい遅れちゃったかな。スタートとなりました。すいません。ね、この間まで順調に行っていましたが、すいません、申し訳ございませんということで、ボリューム10始まりました。よろしくお願いいたします。お久しぶりです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はですね、ちょっと近況を喋るとですね、見えますかね、これ。すごくないですか、これ。ここ見えます、これ。あら、そうなんです。何でやけどしたと思います？焼きそば焼いてて。あ、惜しい。お好み焼き焼いて。あ、多分当たんないと思うんですけど、たこ焼き器で、ホットケーキの粉を、たこ焼き器にこう入れて、おやつをこう、作ってたんですよね。あ、夏祭りがあってですね、職場で。うんうん、でそれをやってる時にですね、もう間に合わないぞって急がされてですね、担当がいたんですけど、急ぎすぎてジュッとやってしまったというね。そしてもう水ぶくれさんになっておりますよ、ここは。はい、大変な怪我。そうですよ。そうなんです、もう大変ですよ。そう、それでちょっとテンションがガタ落ちというか、ね、それで、さらに、その夏祭りの準備をしているときに、さらに棚を動かしているときに自分の足の上をジョリジョリってやってしまって、足も怪我したっていう。に、2個もね、1日で2個も怪我をしたっていうね、最悪な感じですよ。ね、まあでも無事にね、夏祭りは終了いたしましたので、まあこれもいい思い出かななんて思ってますがね。うん。そんな近況でございます。ということで、結婚、かよちゃんの結婚式のスピーチにはそういうこと言えばいいのか。何ですか、何ですか、何を言うんですか、それ。それは昔一緒にたこ焼き焼いてる時に怪我したよねとか。一緒じゃないのに。架空で、そうそう、本当の話をちょっと作って、そうそうそう。ちょっと周りをイラッとさせてる。はーい。ということでね、もう、痛々しい感じでね、最近は、ちょっとね、これもなんかもう先輩とかに、この年齢になったらその後も消えないよってちょっと脅かされてというか、脅されてね。ああ、絶対そうだと思って、この年齢でこんな傷作ったら絶対消えないみたいな。最悪な感じですよ。ね。分かってくれる人はね、いると思いますが。うん、そんな感じの最近でしたよ。皆さんはきっと夏場だからね、ビアガーデンとか、行ったのかな。私は札幌ビアガーデン今やってるんですけど、まだ一回も行ってないです。行きたいなとは思ってるんですけどね。うん、うん、うん、うん。なんか自然にのぼさんとのりさん入ってきてもらいましたが、うん、あ、そっかそっか。じゃあね、顔を見せてもらいましょうか、いつもお世話になってるお二人に。のぼさん、のりさーん。はーい、こんばんは。こんばんは。なんか意義あり言ってるわ。意義あり。ほんとだ。何意義あり。裁判、裁判。意義あり。そのゲームやったことありますよ、私。そんなゲームあるの？あります、あります。おー、裁判し合ってこう、問題を解決していくっていう。おぉ。いいやりゲーム。うん。あるんですよ。ええー。うん。そうそうそう。はい。お二人はもう、あれですか？夏祭り、ビアガーデン、
夏満喫しましたか？全然。いえ。全然。やってません。いや、意外ですね。行く用事ないですもん、だって。お祭りとかピアガーデン。いや、まあそうですけど、まあ一杯飲みに行こうかな、みたいな。いや、一人で飲みに来てる人はいますよ、いっぱい。札幌でもビアガーデンはあるわけ？あ、あります、あります。ちょうど今の時期やってますよ。ね、札幌さ、札幌ビールの本拠地だし。うん、あ、そうか。うん。うん、いや、そんな暑いっていうイメージがないから、ビアガーデンは入らんのかな。そうですよ、ありますよ。ビアガーデンは一人じゃいけないでしょう。うん。まあ、女の子はね、でも男の人はいけますよ。いや、いけない、いけない。いや、いけます。何あの人、一人で来てるよって目で見る。嘘。本当ですか？ビアガーデン一人っていうのはちょっと寂しいね。ねえ、そっか、なんかいっぱい引っ掛けよう的な。え、いや、それは立ち飲みで済ましちゃうでしょ。ああ、そっか。え、引っ掛けるって女の子？ねえ、違いますよ。あ、いっぱいだけ飲む。ビアガーデンでそういうことできるのかな。いや、でも、いや、あ、できるかもしれない。おじさんなら安心だから、あの人ちょっと寂しそうだから声かけて一緒に飲んでおごらしちゃおうみたいな。そんなええように解釈する。あ、でもな、ぶっちゃけ言うと学生時代とかは、あ、飲んじゃダメだけどね、本当は。優しすぎてる。学生でもいい。うん、あの専門学校とかね、うん、の時は、いや、悪い方したらナンパですよ。お、男の子たちのこうグループね。お、ナンパしたのか。違う、逆ですよ、逆。え、女の子が男をナンパさん。逆です、逆、逆。おぉ。うん。そういうのでね、お友達とこう、じゃあ一緒に飲んじゃうみたいな感じでね。ああ。飲んで、おごってもらうっていうのは、じゃあ。終わった後、じゃあねって帰ってくるでしょ。ね、そういうね、そういうね、学生の頃の思い出もありますけどね。また、中野内さーん。こんばんは。クリックマンさんも来てる。うん。アイトちゃんも来てくれる。ありがとうございます。あ、本当ですか？ありがとうございます。うん、アイトちゃんもありがとうございます。ゆうきさんもありがとうございます。ゆうきさん、誘ってください。笑いって来てますけど。誘ってあげれば。札幌人じゃないですからね、ゆうきさんね。中野市8月15日までだけって、ビアガーデンですね。ビアガーデン。やっぱ早いんや。確かに。そうなん。確かにそれぐらいだったような気がします、私も。お盆、お盆が過ぎたぐらいだったなーっていうイメージがあったので。だからオープンしてもちょっと前やろ、うん、要は。あ、でも、始まったのは7月中旬ぐらいにも始まってたんですよね。だから約1ヶ月は、一応期間としてはあったんですけど、大通りがあったと思います。大通りじゃない、すすきのとか、なんかいろんなところ大通り、他の大通りのお店とかは、多分まだまだやってるところたくさんあると思うんですけど、うんうんうん、大通りのあの、大きい、大通り公園のところのビアガーデンが8月15日までなんだと思います。うん、なんか北海道ってビアガーデンって聞いてもピンとけえへんね。うん。ビアガーデン、確かに。ジンギスカンでしょ。いや、ジンギスカンはどうなんだろう。ジンギスカン食べながらビア、ビールをガブガブじゃなくて。あ、それは、違うんだ。違いますね。じゃあ焼きとうもろこし食べながら生ビールは。あ、焼きとうもろこし屋さんはありますよ。うん、大好きでさ、うん。美味しいですよね。子供のなんかとうもろこし美味しそうやな。うまいんですよ。美味しい、美味しい。じゃがいもホクホクとかね。うん。そう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 。ちなみに大ジョッキーは何杯ぐらいいくわけ？あ、でも。ふーっと一発行って。何倍ぐらいいくかな。考えてるぐらい。考えてるってことはかなりいくんです。何倍ぐらい。いや、言い訳じゃないんですけど、うん、そっちにもあるかわかんないですけど、なんかビールタワーってあります？そっちにも。タワーごと行く。あ、いやいや、ピーって押したら出てくるやつを、なんか友達と数人で、それを、でっかいのを1個頼んで、はいはいはい、あ、こう、ああ、ジューってやりながら、ジューってやりながら飲むみたいな。ピッチャーってのありますよ。あ、ん？どれくらいの？こんぐらいの。でっかいやつや。うん。ああ、じゃなくて、すっごい長いやつがあるんですよ。ピューってめっちゃめっちゃ長いやつがあるんですよ。おお。めっちゃ長いやつがドンってテーブルに来て、ビューって押しながらこう何回も飲めるっていう。こういう長いレモンでこう、注ぎ口がついてるやつなの？あ、そうです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 。
グラス持ってって。そうなんですよ。そうです、そうです、そうです。こうじゃなくて、あ、それでいい気が利いてるね。そうなんですよ。で、それが。やればいいの、こっちでもね。うん、そういうのがあって、おそれで飲んでると、やっぱ何杯飲んでるか分かんなくなってくるんですよね。あこれ、一杯ずつ頼まないから。まあ、なんか、何杯飲んでるか分からなってるような状況がよく分かる。うん。母ちゃん、時々あるみたいな。そうね。そう、そういうのがね。やっぱこの時期はね、飲まずにはいられなかったりするね。飲まずにはいられない。いや、多分ね、札幌の方々はわかりますよ。そのタワー、タワーって言われたらきっと。うん。あ、それいいね、こういうところ。うん。いい、ビールタワー。うん。あ、芝生広場に自分で持ってきた、こう、シートみたいのを広げて、そこでも飲めたんですよ。ああ、いいね。だからもう、椅子席とかが関係なしで、そのだだっ広い草むらでも、飲み食いできたんですけど、それは今ダメになっちゃったの。そうなんです。ここ3年くらい前から、3、4年くらい前から、もう一切そういうのがダメになって、椅子席だけでしか飲めませんってなっちゃったんですよ。ああ、きっとあれでゴミを置いてたり。そうです、とか、あと、やっぱね、こう、入っちゃってそのまんまにしたりとか、ああ、それだからね、そういうのもやっぱ、こう、近隣の人に多分迷惑がかかったんだと思うんですよね。踊り公園だし。で、それで亡くなっちゃって、そう、だからもう、遅い時間とかに大通公園にビール飲みに行っても、席が空いていないっていう。ああ、もったいないね。そう、だから飲めないっていう。立ち飲みはいいんでしょ、でも。あ、でも立ち飲みしてる人は全然見ないですね、やっぱり。自分でこういうなんか、ポータブルのあれ持ってて、その。そういうスペースがないんですよ。あ、スペースがない。うん、もうそういう、そこがもう禁止になってるんですよ。ああ。うん、そういうブース内でしか飲めませんよみたいな感じになっちゃってて、うん、どん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 そういうのが、もうだからそれ考えたらこっちは一切できないですね、うん、きっとね、もう、そうですね、そういう部分はきっとそういうのに中野内さん飲み食いってちょっと女の子の言う言葉じゃなかったですね、今飲んでたら分からない。そうそう。あ、カズさん来てる。カズさんこんばんは。あ、カズさん毎度。こんばんは、どうも。ありがとうございます。そう、だから札幌はちょっとずつなんかこう、縮小してきちゃってはいるんですけど。うん。うん。でも、まあ、お酒飲まない、タバコ吸わない人も世の中にいるんでね。うん。その辺の人たちのことを考えるとっていう、うん。そうですね。ことなんでしょうけど、そういうのってあんまり意識し、うんする必要ないんじゃねえかな。もするんだけどな。どうなんですかね。どうなんですかね。うん、そう、だから、ね、まあ、でもそこでダメだったら、すすきのにみんな流れていくんですよ。すすきのの居酒屋に。ああ、うん。席あったら、じゃあビアガーデン行こうか、みたいな。で、空いてなかったら、やっぱダメだったら、ね、じゃあすすきの飲みに行こうっていう感じで、流れていくんですよね、みんな。大体。かよちゃんは飲みに行ったらだいたい朝までぶっ通し。ぶっ通、まあ、ぶっ、そうですね。最近の、飲んだのは、お友達と一緒に朝の4時半まで飲んでました。あ、そのパターンやね。え、4時半って何？居酒屋さんにいるの？ずっと4時半。あ、カラオケとか。あ、カラオケね。うん、うん。ああ。カラオケね。うん、でもカラオケも、それ、最近行ったのすごい久しぶりで。うん。だいたい飲み潰れるんちゃうの？飲み潰れないんですよ、それが。潰れない。まあ、そのずっと飲み続けてるわけじゃないからね。いや、気持ち悪いくて潰れるとかじゃなくて、眠くなるんですよね、私の場合。あ、それは。気持ち悪いとかじゃなくて、もう、ね、眠気の方がもう、睡魔の方が襲ってくるんですよ。あ、ちゃ肝臓めちゃくちゃ強いんだ。だから眠たくて帰りたいみたいになってるんですよね、どんどん。一眠りしてまた元気出るじゃん。ね、大丈夫なんですかね。じゃあ二日酔いとかないんだ。いやー、飲みすぎた日はありますけど。だいたい午前中で回復しちゃう。全然そうですね。次の日はそんなに長引かないですね。ちょっと膝枕してもらって、ちょっと、ね、眠って、
で、しばらくしてからまた目を覚まして飲み直すという、うん、ね、そうかな、そのパターンや、ね、膝枕ネタもいいですからそうね、だからもうこの時期はきっともう、まあ、みんなもそうだと思いますけど、そういうのがね楽しくてね、外に出て飲むっていうのはね、で今日はそういうパターンなのね。テーマは何でした？あ、そうだ、テーマ、あ、そうそう、今日はですね、今日のテーマはあの夏の暑さ対策ということで、皆さんに何かこういう対策をして暑さをしのいでますっていう何かがあったら教えていただきたいなと思って今日このテーマにしたんですけど、お二人は何かしてることありますか？暑さ対策。対策。はい。日中は外に出ない。はい、そうかそうか。うん。そういう対策ですね。まあ歩いてるだけでクラッとくるもんね。私の場合は部屋に出てもくらっとくれんけど。のりさんだって、のりさんちだってエアコンつけてないの。え、うちもないですよ、エアコン。お。あ、そうだって、かよちゃんだって昼間お仕事行ってるから。そうですね。昼間だから涼しいもんね。温室のような部屋で、くらくらしながら。うん。もう風が温風やねんね、扇風機の場合は。いやー、そうですよね。うん、もう回してても、ぬるいっていうね、うん、絶対そういう状況ですよね、うん、それは大変だなあ。あれも置いてあるよ、あの風鈴。ああ、気持ち的にね、気持ち的に涼しさを感じるっていうねあ、それね、あるあの音聞くだけもちょっと涼しいですね。まあ確かに気持ちが違いますよね、うん、あのセミの声は余計やかましいからね、暑いからね風鈴はやっぱりちょっと涼しさを感じるね、やっぱり、ね、うん、うん、確かに、うん、なんかみんなないかな。あ、カズさんが北海道に行くことって言ってる。確かにそっちよりはきっと涼しいんだろうな。えらい、あのリッチなあの暑さ対策。あとはあのパチンコ屋さんに行ったりとか。あ、涼しいですもんね。デパートに行ったりとか。そうそう、うん、ここ最近そうやねんけども、はい、暑さ対策はあれ、美術館か博物館行くこと。ああ、そんなに涼しいんですか？涼しい涼しい。めっちゃ寒いぐらいですよね。あ、そうなんだ、うん、だから秋に向いてたけど、暑い時には美術館か博物館とか。へえ、それいいですね、うん、ゆっくり見れるしね。うんうん、はい、衝撃さん、毎度。ん？誰？ボリューム7以来です。こんばんは。あ、こんばんは。ありがとうございます。アイスなんて、ちょっとでかいくない？あの、こう、頭に引くやつ。冷えピタみたいなやつよね。そうそう、あの、ほら、あ、子供がお熱になると、ペッて貼ってるのあるじゃないですか。あれですよ。うんうんうん。でも、こんなん貼って歩くの？もっと歩いてるんですか。あの冬はホカロンとかでしょ。世界史ヒーピタなんか手で持っててもしゃあない。まあ確かに、でも家にいるときはね、全然誰にも見られてないからね、うん、晴れますよね。かよちゃんはそういうヒーピタどこに貼るの？どこだろう。あのおでこかな、間とか。んここが、この間のちょっと同じとこ押さえてる。なになに？ここはちょっとあの、ほら、暑くなるからここに貼ったりとかしないの？しない、それはしない。あ、しない。しないな、それはそこに貼ったことはない。あと体温下げるのはこの脇の下をこう冷やして、ね。あ、脇ね。脇は、あの、熱が出た時に脇に貼りますよ。え、ここに貼るの？なんで熱が？ここに貼るの？ここに。え、貼りますよ、高熱出た時。初めて聞いたな。ヒーピタをここに貼るの？いや、え、いや、ほんとなんか、え、バカにしないでください。めっちゃ下がりますから。いや、バカじゃなくて。なんかちょっと今おもろかったな。あ、面白いよ。あと、いや、あと、うん、際どいところで行くと、際どいところあの、パンツラインあるじゃないですか。おあの、足の付け根。あ？
足の付け根わかります？ああ、そこも冷やすといいんだよね。足の付け根と脇は一気に熱下がりますよ。うん。え？じゃあ何？かよちゃんは、高熱出るなっていう時は、両方で貼って、4点バレしてるわけですね、ヒッターは。いや、高熱ですよ。すっごい高熱の時ですよ。冷えピタ、冷えピタ、四角バリ。何その題名。うわぁ。それ、しかし、今聞き始めや。じゃああれだね、来週、次回の配信の時は、高熱で寝てる時は、冷えピタ四角バリをしている、かよちゃんです。何その紹介、すごい嫌だ。みんなわかんないね、意味が。え、四角張りって何なの？それ北海道特有なの？いやうわ面白い。それしかし、かよちゃんだけちゃうの？いや、俺初めて聞いた。いや、私、子供の頃よくそれをされてたんですよ、親に。赤ちゃんの時に。いや、赤ちゃんっていうか、小学生とか、熱出て、寝込んでる時に、ペタペタペタって貼られてるわけですよ。かよちゃんは熱出すと、必ず冷えピタ4枚いるわけや。あ、切ります、ちょきちょきって。面白いね。冷えピタがないときは、どうせ冷えるだろうって親もわかんねえが、サロンパスかなんかは貼ってたりして。いや、絶対か。それはない。冷えピタ切る。熱下がったかとか言って。冷えピタ切るわけ冷えピタ、長細いから、ちょきちょきって切るの。え、あれ切れるんですか？え切れるよ。それやっぱり通常の使い方じゃないんやわ。デコ用になったらもう。あと私小さい子と関わってるので、そういうので使ったりするんですよね。この子たちにもそういうに。うん、やるんです。や、4点張りします。するする、全然する。え、もうそういう業界では普通ですよ。もう高熱出たって分かったら貼ってみたいな感じですよ。あ、じゃあ俺聞いてみよう、どっかで。それしかし、まあ子供あったらあれか知らんけど、大人で貼ってるもんいけないじゃん。いや、でも効果抜群なんですよ。で、かよちゃんは大人のくせに今でも4点張りをする。いや、4点張りはしないけど、脇に貼ったりとかはする、暑すぎて。あ、普段熱が出てなくても暑い時はそういう使い方しない、しない。これむちゃくちゃ面白いな、これそれはしない。 T シャツかなんか着てて電車乗ってこう首こう引っ張って、それ最悪。かっこいいな。あの人脇になんかあるっつって、 あの人脇汗パッと張ってるのかしらって思いつつ実はそれが冷えピタだったという。すごいやだ。しかしすごいな。ほら、だって、ゆうきさんも言ってるよ。脇に貼るのいいらしいですよって。ゆうきさん、合わすんやん。ほら、だって、良いらしいですよってことは。ほら、要はリンパ腺のあたりですねって言ってくれてる。うん、あとほら、この、下の足の付け根はほら、太い血管が通ってるからでしょ。うん、うん、うん。じゃあ、足首もいいんじゃないの、もしかしたら。ああ、どうなんだろう。足首とか、あと、この首とか。かえちゃんがね。あ、でも、首の後ろいいって書いて、さっき誰か言ってたはず。あれ誰だっけ、首の後ろ。タオルな、水に濡らして、うん、こう。ああ、それは首にするのはそういうことですよね。あ、首に、脇を嫌がる子には、首に、冷たいのこう巻きますよ。ほんなら、これから、かよちゃんが看病しに行って買ってやろうかさ、嫌だって分かったら首にしてやるってやればいいでしょ。そうそうそう。そうか、かよちゃん熱出せる言うたら、その格好で貼ってるのを想像したらいいわけやな。面白い。やだ、最悪。それあこ、フェイスブックに、粘着力の、粘着力のちょっと薄くなったヒープとか、パンツでペッて挟んで、ここに貼っとく。なんで想像膨らましい。や、面白いな。すごいな、かよちゃんの4点張り、強そうだな。これなんか、ちょっと一個言わせてください。私、熱出たら毎回そうしてるわけじゃないですからね。あ、でも、そうする時もあるんでしょ。きつい時はそれをする。40度とか出た時ですよ。きつい時ね。
うん。なんか8度ぐらいの時はしないですけど。かえちゃんが高熱や言ってる時は4点倍でこう寝てるわけ。もう、ひいひい言うぐらいの高熱の時はもう、張ってますよ、多分。それ、想像したか。もうみんなの頭の中に吸い込まれちゃったからね。うん。いや、ちょっとね、絶対やったことある人いるから、私だけじゃない、絶対。どっかで待ち歩いてて、冷えピタって文字見た瞬間、あ、かえちゃん4点張り。やーだー。いや、絶対、本当に、ちょっと誰かいない絶対、誰か、俺もやったことあるよって人いないですかちょっと。ダメですよ、これから。挙手してください、挙手。お付き合いの、タイムラインはいいですからね。本当のこと。いや、本当のことでいいですけど、絶対やったことある人いますから、絶対。おそらく聞き始めやけどな。僕はないです。初めて聞いたんで。はい、聞き始めです。いや、そんなことない。大阪で聞き始め、横浜で聞き始め。うん。ちょっとじゃあこの間じゃないや。今度、アキちゃんに聞いてみてください。絶対ないと思う。あ、ない。何それ。嘘だ。嘘だ。うん、同じ年代なのに。それはないと思うわ。おそらくね、カエちゃんとこの先祖だけかもわからんね。いや、それはひどい。だから、私の職場ではそれが一般的なんですって。夏暑い時、先生もみんな4点張りしながら仕事してたら面白い。いや子供に先生が暑さ対策じゃないからそれ。あれ、あ、暑さ対策じゃない。それは暑さ対策じゃないから、お熱が出た時の話だからね。あ、そうか。暑いって言って4点張りするのはちょっとやだよ。うんうん、それも冷えピタ半分にちぎりながら貼るっていうね。いや、ちぎるんじゃない、切るんだよ。ちぎったら。あ、でもそれ冷えピタでさ、皆さんの冷えピタの活用法。募集とか言って写真お願いしました、それで撮って送ればいいと書いちゃうから。確かに。私、そしてここも冷えピタですよ、ここも。あ、そういうのも使えるの、冷えピタって。そうですよ、だって冷やすから。あー。もう、でもかぶれないの、冷えピタだと。全然、あ、でも、人によってはかぶれるかもしれないです。私全然あれなんですけど、これもう、やけどした瞬間に流水でめっちゃキンキンに痛くなるまで冷やしたんですけど、うん、それでもダメで、その後ずっと冷えピタ貼ってましたよ。うん、まあ大丈夫、切ってね。うん、画像だったらほら、フォトショップですぐ直してくれるから、そういう必殺はね。何それ。かよちゃんに冷えピタの CM のお話が来ますように、うん。それ、今の位置に全部貼ってからじゃないと、そう採用されないじゃないですか。だから、普通だったら、こう、1枚だけしか貼れへん。いや、絶対それみんな知らなかったら逆に教えてあげたいですもん。冷えピタはこういう風に使えますよって。量多くなるもんね。うん。使う量が。そうですよ。おでこだけじゃないですよっていうのがね。そしたら、また改良されるかもわからない。首の後ろはすごくうん。思いつくけど、脇と足の付け根はね、気がつかなかったもんね。でも、底の部分を冷やしたら熱が下がるっていうことは知ってますか？いや、なんとなく言われると分かる気がするけど、やったことないし。いや、ちょっと奥さんに聞いてください、とりあえず。いや、ダメ、今、もう口聞いてないから言いません。これ、しかし、このキャッチフレーズにね、かよちゃんの冷えピタ4点張りっていうのは。うん。これやだ。これは。ペットボトルを凍らせて使うのもいいですって、どういうこと？ペットボトル凍らせて、もっと歩くんですよ。あ、暑さ対策の話ね。うん。氷やで、喉乾いたら飲めるし、あ、確かに。あ、確かに。私ね、去年、ペットボトルに氷にして、ほうほう。3本ほど部屋に置いたって。うん。クーラーの代わりに。うんうん。そやから、使い道はあるよね。そっから、冷たい蒸気が出る的な感じですか？そう。溶けるの早いけどね。絶対早いですよね。うん、そうなんだ。いろんなの知ってるみんな。あとないかな。じゃあけど今日はえらい収穫あったわ。勉強だった。4点張り。じゃあ、嘘だと思って今度、高熱出た時実践してくださいね。ああ、そうだ。ググってみたらそういう情報上げてる人いるかもしれないですね。ああ、絶対いるから、絶対いる。札幌のシンガーソングライターって書いてあるかもから。うん。冷えた4点張り。いや、最悪。4点張りっていう題名ではないと思うけどな。いや、だって、こ
これあるかもしれないよ。いや、冷えピタの使い道とかでググったら、絶対出てきますよ。いますね。出てきた？え？特に小さな子供だと、うんうん、出るときに鼻や口を塞いでしまうこともあり危険です。なるほど。貼るなら、脇の下や太ももの付け根。ほらー。太ももの下など、太い血管が通っているところに貼ってくださいって。それ書いてる人はちょっと誰かな。これがね、2008年の時点でのスレッドでありましたね。イエーイ。それあれちゃんの札幌シンガーソングライターで書いてない？いや、違う。私じゃない。あるんですね、こういうのね。かよことか書いてない？でも、4点張りとは書いてる。4点張りって私も言ってないから。あ、4点張りちょっと流行せよ。ノブさんが作っただけだから。うんうん、あ、そう。すごいな。ピッと。え、すごい、ゆうきさんも言ってるよ。脇に冷えピタを貼るのは、先週のほっとけナイトの番組で言ってましたって。ラジオ番組があるんですけど。札幌だけか、ほんなら。あ、ほっとけナイトって、ゆうきさん出てるんですね。あ、そうです、そうです。ほんなら北海道の一部かな。あ、惜しかったな。そ、そこで、あの、シンガーソングライターのかよちゃん。4点張りしてる。4点張り、それ、言うたよかった、あきらさんに。その情報は、ネタとして回しましょう。いやこれはこないしかもこないして寝るっていうね。じゃあかよちゃんそうや、その間手上げて寝る言うてたね。かよちゃん寝てこうだもんね。そうですよ、こうやってこうやって、こういや、こうじゃわなきゃなんかこうやって寝たりしますよ。張りやすいや、そしたら張りやすい。こうやって、うん、こうやってもう おじさんじゃないですか。こうやって寝るのに違和感がないってことはそうなのか。どういうこと？別に、そうなのかって言っただけで、あとは皆さんご想像にお任せします。ねえ、私だけじゃなかったでしょ？うん。あるんだね、世の中には。そうですよ。ただ僕たちが知らなかったという。じゃあ曲いきますか？はい。さっきちょっと流しかけてんけど。うん。それでは、もう今の話できっと元気になってくれたと思いますが、もっとさらに元気になっていただくために、私の、シングル CD、グローに入っております。グッドモーニング、聴いてください。どうぞ。
はい、ということでグッドモーニング聞いていただきました。元気になったかなということでね、最後の方にこんなのをねちょっと出してみた。ここに貼るんだよ、ここにね。分かってくれる？ここに、ここね、ここと、ここだよ。下って結構ずれそうやね、それね。うん、でも切ってるから大丈夫。貼りにくいっちゃね。うん。いや、なんだよ、ノボさん。ノボさんなんか遊んでるからやだ。それ何の説明か分かれへんね。それだけ見せられる。そう、でもみんな本当にやってほしい、これは。ただのいやらしい子になってたし、うん、で、あれだよ、やってめっちゃ熱下がったぜっていう人はメッセージください。ずれてかぶれたぜって言うてるんで怒ってきたと思います。お前風邪は引かなきゃいけないんだよな。そうですね。いや、無理やり引くことはないですよ。なんかこう、わ、高熱出たっていう時に思い出してもらえれば。そうやけど、暑い時な、暑い時に冷房入れんとそれやってもいけるかもからね。俺、じゃあ今度土曜日それやってみる。うん、何もないのに？うん。だから、部屋暑いんですよ。そうさ、暑いから。ああ、暑いからね。うん。冷房効かさんと、うんうんうん、それやって涼しくなるかどうかやったら。うんでそうそう。ね、ここだよ。そうそうそう、それそれ。タンクトップ着て、これ子供貼ってたら可愛いけど、おっさん貼ってたら。で、それはなんでって聞かれたら、いや、そうにしなさいって言われたっていう、そういう。そうそう。四点張り特集があったから。うん。お、ゆきさん、いつも、この曲いつも聴いてます。ありがとうございます。嬉しい。真面目や。ありがとうございます。こんなに私がこの画像を出してもこれに誰も触れてこないっていうね。ねえ、やらしい ね。いや本当にね、騙されたと思って今度熱出ちゃったよっていう時に思い出してくれたらいいなと思いますよ。冷えなかったら責任取ってくれるのか。それはそれほどの熱が出ちゃったっていうことですね。もう冷やしきれないほどの熱が出ちゃったっていうこと、ね、だから貼り方が悪かったいうことよね。貼る位置が面積が足りないかったかもしれないしね。あ、遅いことちゃんと貼れるんかな、ね。なんかね、あ、おでこにバンちゃんさん、おばんです、ありがとうございます。ということは寒い時北海道をこの辺に貼るっていうのもいいかも。急に来た。あ、逆に貼ったら体温まるってことですかね。ああ、そうなのかな。一年中使えるじゃん、この四点張りじゃ。結構、これ世界に通用するんじゃないですか、これ。さすがだな。それ、ね、動画撮って YouTube に上げよう。誰がですか？かよちゃん。かよちゃん決まって。いや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 、できるわけないじゃないですか。じゃあ実現すんねん。そしたら。じゃあわかりました。人形にこう貼って私が解説します。ああ、キューピーちゃんでもいいですよ。ねえ。で、その下側はちょっと微妙やから、うん、貼るとこ間違わんように詳しく解説しないと。なんかそう、下手すると毛が抜けるねって言ってる人もいるんですけど。誰それ、バンちゃんのことちゃうな。でも女性は脇の毛はね、ない。あ、ね、女の人はね、うん。そうだよ。私ら貼った方としよう。脇の毛って言えば世の中にはいろんな人がいらっしゃるんですけど、逆に生やして長い方がいいっていう国もあるみたいですね、女性の脇毛。へぇー。こんなピローンって長いのがね、それがね、すごく燃えるんだって。いや、でも、きっとそこの文化なんでしょうね。そういうのがいい。その日本人はだってね、毛がない方がやっぱ綺麗だし、見た目もいいし恥ずかしくないけど、それが文化だから。ちょっと待って。バンちゃんいてんのに。かよちゃん、今のはちょっと皆さんの想像をかき立てる発言になってしまったと思うんですけど、その辺いかがですか？なんでどこら辺が？日本人は毛がない方がいいって一体言いましたよね、今ね。うん、女の人は絶対毛がない方がね、いいよね。女の人は毛がない方がいいって言いましたよね。だって、ボーボーだったら嫌でしょ。いいんですか、そんなこと言ってていいんですか？ボーボーって。だってさ、はーいって手を挙げた時に、ここからボーボー出てたら嫌でしょ。いきなりなんで？かよちゃん危ないよ今のは。
なんでなんで今ボーボーって言ったよ。え、だって毛根話って脇から入らないでしょ。それこそね、いや、それ、そこにみんな結びつくんですから。ここいやー、いや、それ絶対のぼさんだけ、それそれのぼさんだけ、それのぼさんだけ間違い。いや、俺とかあの所さんとか北野武史とかを多分同じ反応すると思うんだけど、いないから、いないから。あー、やだ、セクハラと思われちゃった今な。え、そしたら、ね、みんな、あ、そうか、な、女性はペタッと貼りやすいわけや。まあ、そうですよね。なんやったら。パンちゃんが、ホカロンは、背骨沿いがいい。ああ、骨から温めるってことですね、じゃあ。へえ。余計熱いやん、それ。温めると匂ってきそうな心配もあるね。いや、冷やすいから問題ないよね。はい、クリックのさん、ギリギリですよ。早くさん、それ以上は耐えられないと思うんで、よろしくお願いします。なんか冷やして、鍛えてるんですけど、まだちょっと無理です。冷やして、綺麗な感じになりそうやのに、逆になってるもんね。うん。うんうんうん。そうだね。これちょっと逆に私がびっくりですよ。みんな知らなかったのが。うん。これしたけど、いっぺん試す価値はあるな。うん、だからちょっと騙されたと思ってやってみてほしいなと思います。うん、で、貼ってる時に必ずかよちゃん思い出すわね。うん。見ない。かよちゃん、左から貼ってんのかな、右からかな。もう、のぼさん、そこまで言ったら NG ですよ、それ。X で両方同時にペタッと貼るとか。せーの、みたいな。やだ。盆踊りの振り付けになりそうだよね。パン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 ポンとかさ。いやいやいや。なるほどな。最近首の下あたりに毛が生えてきましたかって言ってるけど。首の下、あ、背骨の背中の話ですね、きっとね。ここに生えてきたらまずいでしょ。ここに生えたらまずい。ここは生えそうだもんね。後ろは。え、産毛ってことでしょ？え、じゃなくて？ここは。あと生えてんの？ここに。え？産毛は生えてくる。産毛って、いや、生えてないですけど。生えてないよね。生えてたらびっくりだけど。うん、いや、そうですね。うん。そしたら、あれ？あっちも張りやすいわけ？下も。え？え？じゃあ、早え、いや、なんかね、ノリさんね、それどうしても知りたいみたいな、ちょっと軽く説明したいね。いや、上は、上は、だから、ここだから大丈夫だよ、ここだから。だけど、え？そこも引っかかって。腰骨の下あたりがいいんですか？え、腰骨？そうだけど、そのあたりかと言えば、バーッと広がってない？違う違う、あの、本当に足の付け根。指さしてるとか面白い。なんか違うとこ刺してるイメージ。いやもうダメだ。ダメ。もうダメだ。それキューピーちゃんだったらもっとなんか盛り上がってる会話がね。いや違う、もっと下だとかさ、上だとかさ、指の位置が違うとかさ。あ、白戸さん、お久しブリーフですって言ってる。白戸さん。ありがとうございます。さんね、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ワンちゃんが、昔冷えピタがない時代は、子供たちが熱を出すと、小さなアイスのを、たすき掛けにして脇の下を冷やしました。たすき掛けにして脇の下。やっぱ、あるんだ。そうだよ。では、この辺で、ちゃんとしたね、話をね、うん、したいなと思います。じゃが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 じゃんじゃーん、はい。ライブ情報、ピコピコピコということで。はい、それでは、それに2個目だよ、のぼさん。それ2個目やって。あ、ごめん。もう一つ、はい。そう。はい。では、のぼさんのとこに、ぺこりんと現れたライブ情報でございます。それ間違えてた。土曜日だよ。8月23日は土曜日。ごめんなさい。はい。はい。で、オープン7時のスタートが7時半でございます。で、チケットがですね、2000円。なんと、スープカレーとワンドリンクがついて2000円です。カレーやね、カレー。そう、スープカレーと、ドリンクもついてるのに、音楽聴けて2000円。おー。
安い。めっちゃ安い。本当に安い。なので、これ本当に絶対来てほしいです。で、出演メンバーが、広沢くんっていう方と、私と、アンスリウムっていう方が出ます。で、この人たちは、昔から音楽一緒にやってる子たちで仲良しの子たちなんですけれども、みんなで企画してやってる、リユニオンっていうね、いや、これ、リユニオンボリューム2って書いてあるんですけど、ボリューム1もあったんですよね。で、ワンを経てのもう一回やろうじゃないかということで、また集まってやろうということで、ボリューム2をやることになりました。で、場所は初めてのところなんですけれども、メープルリーフさんというところで、札幌市中央区南九条西10丁目、1-40、札幌グランドマンション地下1階でございます。すごく雰囲気のいいところで、グランドピアノもあって、私久しぶりにここで弾き語りで歌います。なので、ぜひぜひ、ありがとうございます。土曜日に直してくれてる。そうそうそう。ありがとうございます。で、土曜日なので。で、次の日休みだから、ゆっくり見ていってもらえれば、ね、日曜日お仕事じゃない方はね、来て、一緒に見ていてくれればいいなと思います。で、一番最後はちょっとネタバレなんですけど、みんなでコラボして楽しい音楽を、ちょっとお送りしたいなっていうのも目論んでおりますので、ぜひぜひ来てください。そして、9月はですね、ライブが3つ入っております。のぼさんお願いします。ドン。ドン。あれ行かねえな。ドドドンということですね。9月は、はい、そうです、これです。ですね、9月は、9月7日がですね、フライヤーパークさん、9月9日ユニオンフィールドさん、9月22日ユニオンフィールドさんなんですが、一番来てほしいのがですね、9月22日のですね、ユニオンフィールド。大島梨沙ちゃんとのツーマンライブイエーイということで、あれなんです。私のバナナライブ、ボリューム2でございます。おう。そう。この9月22日はですね、私の企画ライブ、バナナライブの2になりますので。バナナライブね。うん。ぜひよろしくお願いいたします。大島梨沙ちゃん、同い年でとても仲良しのお友達なんですけど、音楽仲間なんですけれども。リサちゃんと二人でツーマンライブを、したいと思いますので、ぜひぜひ、よろしくお願いします。そう、さっき言ってたのが、この9月22日が、ちょうど祝日と休日の間に挟まれてる一日の平日なんですけど、ぜひ夜なのでね、次の日きっと祝日でお休みって人も多いと思うので、ぜひぜひ平日なんですが、夜遊びに来ていただきたいなというふうに思っております。で、チケット代とかね、詳しい内容とかは、うん。また詳しく、ブログ、ツイッター、フェイスブックなり、載せていこうと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。白戸さん、大島梨沙様ってそうですよ、梨沙様です。ね。来れたら来てくださいね。そうそうそう。あとは、北海道とカレーは切っても切れない関係なんですね。そう、そうですね。スープカレーは特にね、北海道が発祥ですからね。んうん。ぜひぜひ。なるほど。うん。来てくださいということで、9月のライブは詳しくは、ブログとかで、アップしますので、日にちだけとりあえず覚えといて、日にちを開けといてくださったら、とっても嬉しいと思います。よろしくお願いいたします。ライブ情報、以上でございます。はい。はい。ケイさん、またバナナ配るのかなって、今回はですね、バナナ配らない代わりに、バナナンバッジを、配らないけどね、バナナンバッジをですね、販売する予定なので、ぜひ、本当に来てほしいかな。あ、ジャコジャッコって書いてる。何それ。これは、ジャコジャッコって何？土曜日やってる配信の、やつです。土曜日やってる、のぼさんが、土曜日にやってる、ジャコジャッコっていう番組ですね。そう。それの頑張ってね。土曜日だって土曜日。うん。うん。いいね、いいね。そうそう。あゆちゃんも遊びに来てくれたもんね。あ、そうです、そうです。ね、遊びに行かせていただきました。ね。うん。次はいつかな。楽しみ。いや、またぜひぜひ。今度、プレゼンに来てもらったらいい。うん。もう絶対聞くんだ、4点張りのこと。そこで？もう一回話すの？そう。どういうふうにするんですか？では次回は
ちょっとライブが重なってしまっているので、9月の10日に、うん、ボリューム。どんな意味で楽しみですね。ボリューム11ということでね、うん、一条かやことおしゃべり、第11回目をやりたいと思いますので、うん、9月の10、9月の10ですよ。うん、あ、水曜日です。うん。うん、なので、うん。皆さん、また。10日の日で、11回目。11回目です。で、10月の第2火曜日で、12回目。1周年ですよ。そうだ、そうだ。10月ね。ね、そうだ。ぜひそこで。何かね。何か。もちろんしますよ。みんなが喜ぶようなことをして。うん。もちろん何かプレゼントとかね。なんかあればね。なんだろうね。うん。ちょっとそれは考えておきますよ。なので、ぜひぜひ。楽しいんだなぁ。うん。うん。何かな何かな片方だけ貼ってみせる。お、かよちゃん、偉い。なんかそういうのが伝わったね。片方だけ冷えふたばりを見せてくれる。オッケー。あった。冷えふた一点張り。10月の第2火曜日は見れるそうです。これで視聴者数が増えたらショックなんですけど。いや、きっかけはそんなもんですよ。うん、すごいね、それで増えたらね。うん、じゃあ、日にちはね。はい。そうそうそう。9月の10日の9時半から。はい。今度は直前にぷっつり切れないように願って、うん、はい。行きたいと思いますので、ぜひ。それでは、その時にまた、お会いしたいと思います。はい。はい。それでは、のぼさんものりさんもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもありがとうございました。ご紹介してありがとう。ありがとうございます。それでは、エンディング曲は、私の CD、メタモルフォーゼに入っております。マイカラートゥーシャイン、聴いてください。
ごめんなさい、もうね曲も終わりますが、今日も20分近く遅れてしまいまして本当に申し訳なかったなと思います。にもかかわらず最後までねお付き合いいただきまして本当に本当にありがとうございます。次回は10月の間違ったあれ合ってるか、あ10月の9月の10日ね、第11回目をやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは遅くまで本当にありがとうございました。のぶさんとのりさんもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。それではまた9月にお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。